ボートレーサーにおいて斡旋が入らずにお休みとなってしまうのはフライングや怪我という点でレースできないということがあったりするのですが、それ以外の理由で出たくても出れない場合があります。法相懲戒審議会で出場停止処分が下された場合、故意でなくてもその判断に従うしかなく、休み期間は強制的に収入がなくなることを意味します。なぜ法相懲戒審議会にかけられてしまったのか、その謎を紐解きながらお届けしていきます。今後もボートレースの情報をお届けしていきますので、チャンネル登録がまだな方はご登録のほどよろしくお願いいたします。青木源太、滋賀支部所属100期の A1 級ボートレーサー。今一番きつい状態であろう選手がこの青木選手。ボートレース尼崎で3月に開催されていた G1 センプルカップ初日、3月4日の1レース目オープニングレースを1号艇で飾ったのが青木選手、滋賀支部なのですが、本来 G1 や SG とかは地元レーサーが1号艇で出走する機会が多いものなのですが、年齢的なこともあるのか今回は青木選手が務めました。そんな中で当チャンネルでも動画でお届けさせていただきました周回5人疑惑。実際青木選手が上位着を争っていたわけではなく、中間着が取れるかどうかでの戦いでしたが、ラストに移った際はもう最後尾を争っておりました。1号艇でまくられたし致し方ないかなとは思いつつも、ワースト級モーターを引いていたし1号艇で6着は痛いスタートだなとぐらいにしか思っておりませんでしたが、なんと3周1マークで体を起こした行為を違反と判定され、周回5人の疑いによる後方指示違反が取られて即刻帰郷処分を受けてしまい、5号艇で走る予定だった11レースを欠場しました。この周回5人による違反のペナルティは結構重いことが多く、八百長と揶揄されることもある兼ね合いで、別途法相懲戒審議会より後日出場停止処分が下されます。今回青木選手の場合は3月3日時点で91走走っていますので、 A1 級に必要な90走はクリアしていました。走り続けててよかったというのが青木選手がこの事件直後は思っていたことでしょう。仮に今から即出場停止となったとしても、2024年後期は A1 級をキープできることになりました。しかし即刻帰郷した翌日からペナルティがスタートするわけではなく、法相懲戒審議会が開かれた後に正式に決定となりますので、開かれるタイミングにもよりますが、高畑選手らの場合周回5人をしたのが4月15日でしたが、法相懲戒審議会で出場停止処分が下されたのは1ヶ月後の5月17日ともなっておりました。同様の場合、4月に3ヶ月の出場停止を食らうとなれば、仮に勝率が A1 級に届いていたとしても降格は避けれないでしょうといったことをお伝えしていたのですが、さらにここで追い打ちをかけるような事態が発生してしまいました。3月19日宮島で開催されていた一般戦2日目、この日は SG ボートレースクラシックが行われていた中での裏開催。青木選手は得意の6号艇6コースから出走するのですが、まさかのコンマ01のフライングを起こしてしまいます。このフライングを切る前にフライングを1本切っている状態で迎えていたこともあり、このフライングで痛恨の F2 状態に、3月23日の宮島での出走を最後に、今はトータル95日ものフライング休みを消化中 F2 となってしまった。宮島に斡旋が入っている時は4月の G1 大村まで斡旋が入っていたんですが、 F3 となる可能性もあった中で斡旋を辞退されたのかもしれませんね。そして5月23日に法相懲戒審議会が開かれて4ヶ月の出場停止処分が下されました。この結果、2024年後期はおそらく1回も走ることができないということになるはずなので、もう今の時点で来季 B2 級が確定しているとも言える状態です。せっかく A1 級で迎えられるのに辛すぎる現実。フライング休み自体が7月頃までの予定でしょうけど、そこから4ヶ月の出場停止処分となるので、 F2 のフライング休みプラス法相懲戒審議会の出場停止休みというダブルパンチという痛すぎる休みを食らってしまっている状態。
結果、次に復帰の際はもう B2 級とはなってしまうはずです。ただ自己パンで勝率を落としての B2 級ではないため、今は7点台ほどありますし、勝率を上げることに対して努力ということにはきっとならないはずなので、復帰すれば青木選手の腕であれば、出走数だけ達成できれば再び A1 級にきっとなれるはずなので、メンタル的なことで調子を崩すなどはあるかもですが、頑張ってほしいところです。実際この約8ヶ月近く収入がないというのは極めて厳しいとは思いますが、アルバイトなどをされるのか、今までの賞金ストックで生活されるかは何とも言えませんが、また出走となる日を楽しみにしております。今村信孝、福岡支部所属59期の A1 級ボートレーサー。 A1 級の陰屋といえば、西島選手、深川選手、石川選手、赤岩選手などの名前が上がってくると思いますが、そこに今回舞い戻ってきたのが今村選手。とりわけ陰屋の中でも2コースまでしか来ない選手と1コースまで果敢に入ってくる選手に分かれますが、今村選手は後者の1コースまで果敢に取りに来られるタイプです。特に印象深いインドリを敢行したレースがありました。そのレースこそ2022年ボートレース福岡で行われたあるレースの一幕です。全員が A 級でもあり、前付けに行っても抵抗される可能性が高い番組。しかも福岡はダッシュが狭いので内寄りに入りたい気持ちは分かります。そんな中、スタート展示で前付けに来ますが、予想通りに内定は抵抗を見せます。ここまで抵抗されるとさすがに無理かなと思う中で、前提がオールスローになることを余儀なくされるであろう展開で、驚愕の動きを今村選手が見せます。大外からなんと1コースまで入っていってしまいます。さすがに5号艇もあわよくばと思ったはずですが、これはいくらなんでもヤバすぎると感じてか、艇を5コースに向けます。結果1コースにまで入り込んだ今村選手、私もこれはありなのかって待機行動違反に該当するレベルでの異次元インドリを敢行します。結果、普通ならば最内であったはずの1号艇が少し寄って、6号艇の今村選手が1コースでの展示となります。1号艇の森永選手もさすがに待ってくれよと思ったはずです。いざ本番が始まりますと、さすがに皆が怒りからか、めっちゃくちゃ早く艇を向けようとピット離れをし、4号艇の赤坂選手が超スピードで回ります。本来これであればオールスロー以外考えられないといった中で、なぜか6号艇の今村選手は回り込むことをせずに2号艇の後ろぐらいに構えます。5号艇もあれ?と思ったことでしょう。すると2号艇の間に無理やり目に艇を入れ込みます。すると先ほどのような回り込んでのインドリではなく、2コースにすっと入り込みます。結果2号艇の中選手は4コース進入となり、スタート展示の時のようなむちゃくちゃなインドリは起きませんでした。まあこれはこれでやばいですが、さすがに裏で言われたのかなと思うレベルの展示走行時の鬼インドリ。鋼のメンタルがないと絶対にできないであろう前付けです。いくら地元でも騒ぐであろう展示でしたので、周りの怒りもすごかったでしょう。結果はイン逃げですが、1号2で満州も転倒する事態。インが逃げるかもわからないので買う方もめっちゃ難しかったはずです。結果は5着となった今村選手。果敢に着取りのためへの前付けでも、ここまでするのはイン屋でもトップクラスの代物だと思われます。あのインの鬼で有名な西島選手も今村選手の前付けには一目置いているそうです。成績で見てもこのスタイルで G1 も5回も制し、 SG にも出場するなど前付けで成績を残されているのも事実です。九州の層が厚い中で6号艇から前付けをして、篠崎元志選手を指して満州決着での G1 制覇をつかみ取っています。 A1 級に再起してとなるはずだった2024年後期に入る前の4月29日にボートレース丸亀である疑惑を起こしてしまいます。それは先ほどの青木選手同様に周回誤認の疑いをしたとして不適格な後方のため後半レースを欠場、即刻帰郷処分となってしまいました。実際のレースも5番手を走っていた今村選手、
3周目ホームストレッチのスリットライン通過後に上体を起こして減速してしまい、3周1マークで6番手の選手に抜かれて6着でゴールとなってしまいました。しかしここで今村選手は食い下がります。レース後のコメントで、何かを巻いたような感じでモーター不調となり速度が低下したから上体を起こしたとしており、周回5人ではないかのような主張をされています。この主張が通るのかは分かりませんが、法相懲戒審議会が開かれると同じく4ヶ月間ほどの出場停止を受ける可能性もあり、今は一般戦を主軸にしていますが、 A1 級へと上がったばかりでまたグレードレースに出てきてくれるのかなとも思っていましたが、4ヶ月間も出場停止を食らってしまえば、この上がったばかりの A1 級から降格することは免れないでしょう。7月はフルで圧戦に入っておられますが、この辺の危機感も関係しているのでしょうかね。いつから休みとなるのかはまだ定かではありませんが、タイミングによって級別も変わるでしょうし、気が気でない気持ちで走っておられるかもしれませんね。小島和弘、兵庫支部所属101期の A1 級ボートレーサー。同期には女子トップレーサーの森谷選手やイケメン兄弟レーサーでも有名な篠崎選手、今や SG や G1 常連となった片岡選手など強い同期がいる世代です。そんな小島選手の通算成績を見てみますと、過去 SG 出走回数は0回でご紹介させていただいた小島選手、推しメンとして SG 出場をなんとか果たしていただくために、ボートレースオールスター出場につながるファン投票で小島選手に投票しましたが、出場には至らなかった小島選手、高すぎる SG 出場の壁。そんな中、私も小島選手の気持ちが吐露されている気になる記事を見つけました。 G1 江戸川大正寺の記事なのですが、そこでの小島選手のコメント、どうやったら SG に出られるんですかねと嘆きのコメント。記事にも2017年前期以降13期連続 A1、 今はもう15期連続 A1 級と凄まじい実績を上げているのですが、ただ G1 の予選突破はあるが優勝はまだない、 SG 出場も果たせていない、どうやったら SG に出られるんですかねと、もう一つ殻を破ろうとしている最中だと書かれています。今小島選手自身も必死にもがいている状態なのだと思います。しかしそんな小島選手があることをやらかしてしまいます。それは3月23日に開催となっていた一般戦の日本トーター杯争奪戦になんと全県遅参となってしまいます。要は全県日に遅刻したということなのですが、選手責任ではないトラブルや体調不良による全県不合格、悪天候や天変地異などによる交通機関の乱れが原因の全県日遅参については見逃してくれることもあるようですが、実際モンキーターンでも遅刻しそうな旗の選手が必死に走っている中で人助けをして、遅刻した際は多めに見てもらったりはありましたが、そのようなことでもない限り無理なのでしょう。選手責任による遅刻をしてしまうと、その説は全レースの出場が停止されるだけでなく法相懲戒審議会にかけられます。今回小島選手はこの法相懲戒審議会で1ヶ月間の出場停止処分を受けます。ただ法相懲戒審議会が怖いのは、1ヶ月間の出場停止処分だけではなく、なんと1年間の SG G1 プレミアム競争に出走できなくなったりします。またもや1年間 SG への出場機会が奪われてしまったことになる小島選手、これは自らのミスとも言えるので何とも言い難いですが、来年以降また SG 出場できるように頑張ってください。応援しております。今回は定会から一時的に姿を消す出場停止を言い渡された選手についてまとめさせていただきました。この他にあなたが知っていること、感想などぜひコメント欄で教えてください。今後もボートレースに関する情報をお届けしていきますので、見逃さないためにもぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。いいねの高評価をもらえると嬉しいです。